どうも、新潟県住みます芸人、いっすねー山脇です。今日はローカルスポーツということで、新潟市南区の白根にやってきております。こちら白根はですね、農業が盛んだったり、まあ本当に果物が美味しかったりする地域なんですけれども、そんな白根で昔から歴史あるローカルスポーツがあるんですね。今日はそちらを、ご覧の通り私一人で今日は、ご紹介していこうと思います。そして今日ご紹介するために、そのローカルスポーツの歴史とまた体験ができる場所にやってきております。それがこちらです。今日は一人よ、一人で頑張っちゃうよ。やってきたのは白根大たこと歴史の館。こちらにはどんなたこと歴史が待っているんでしょうか。早速中へ入っていきたいと思います。ほら、もうすごい大きい大きい、こんなに、これ実際に上がりますからね、新潟の空に。さあ中にやってきたんですけれども、ここからがすごいです。僕が紹介したい新潟のローカルスポーツはこちらです。見てください、この大きくて色鮮やかなタコ。いやー、そうなんです、僕がご紹介したい新潟のローカルスポーツはタコ揚げなんですね。いやー、これ子供に見せたかったな、この大きいタコたち。あれ、え、あれ、え、ちょっと、なんで、あれ、あれ、どうし、ちょっともうカメラ持って、あれどうしていいの、マルモどうしていいの、え、先に登った、ついてきたの、いや一緒に来たやん、ついてきたんか、一緒に来たやん、仕方ないな。いや、一人でやろうと思ってたけど、まあせっかくだから一緒に巡るかね。まずは白根のタコの歴史を上映室で見ます。しかも 3D です。 3D ではなぜ白根でタコ揚げが、それは江戸時代から続く白根大たこ合戦があるからなんです。白根大たこ合戦は毎年6月上旬に中野口川を境に東と西で分かれ、たこを揚げます。揚げたたこを相手軍のたこに絡ませ川へ落とし、それを綱引きのように引き合い、相手軍のたこを多く取った方に軍配が上がる戦い、それが白根大たこ合戦。見終わった後は館長が案内してくれました。皆さんによろしくお願いします。お母さん、よろしくお願いします。それでは上の、はい、タコを見てください。すごい、これが白根大たこ合戦で実物大の大きさです。はい、縦が7メートル、横が5メートル、畳24メートルの大きさです。すごい、これを上げて引っ掛けて、この大たこチーム現在13チームありまして、はい、タコ合戦が5日間あって、この大たこが300枚前になります。次は全国のタコを案内してくれました。ここは新潟県のタコになります。一番最初はやっぱり白根だけでなく、いろんなところに、タコがありました。ありましたというのは、実はですね、白根は、まあ、地域であげてるんで、タコがどん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 、まあ、こう継続していくんですけど、はい、村松、5000、はい、まあ、上越、まあ、こういうかも、うん、まあ、タコ師の方がいらっしゃったんですけれども、うん、なかなか、まあ、と言ってるんでしょう、跡継ぎがいなくて。なるほど、ね、はい、うわっ姫路城です。すげえ、はい、
なんか旅行した気分ですね。そうですね。いろんないろんなところがあります。姫路来たよ。まあ、高田線いっぱいあるんですが、川を挟んでという風になると白根だけですね。なるほど。では、タコ作りいいですか。じゃあタコ作りを堀ちゃんやります。あ、ここでするんだ。そうなんですよ。ということでタコ工房にお邪魔します。骨とタコとテーブルを一緒に止めます。いいですか。はい、じゃあこっち行きましょう。はい、骨と、はい、テーブルを一緒に止めます。ピシッと止めますよ。忘れないようにね。はい、骨とはい、はいよ。着手や。はいよ。そういうこと言うの。上手上手。最後最後、はい、うん、しっかりと、はい、よーし、よしできた。オーケー。糸をくくりつけ、どうぞあなたの好きな方に何でも構いませんよ。好きなの書いてって。おお分かった。チーズチーズ、これ何だと思う？チーズって言ったよ。見た見た。チーズを2個書いたんだ。はい、チーズ2個、はい、よし、開けましょう。お、やった、開けましょう、開けましょう。ついについに開けましょう。ママ、なに、ここで開けれるの、はい、すごい、すごいな。ここでは背面から吹き出してくる風を利用して室内でタコ揚げを体験できちゃうんです。わー、涼しい。おー、すごい、すごい。張り付いてる、すごい。この施設があるのはここだけですね。すごい。今日外で揚げるとということで、外でもタコ揚げ。おー、すごーい。すごいね、すぐ上がるね。よく動いてんじゃん。そうあ、上手。糸見ながら。いいかな、もういいかな、もういいかな、もういいぞ。すごい。笠井さんはこんなタコも揚げてくれました。うわ、空に、空に生えますね。すごい、ラッキーじゃん。はるちゃんラッキーじゃん。今日来てよかったじゃん。一緒に飛んでいかないでね。すごい。おー、こんな空高く。空も綺麗だね。いやー、ほんと笠井さんありがとうございます。じゃあまたちょっと改めて聞きますけど、タコ揚げとはスポーツですか？そうですね、スポーツだと思いますが、はい、白根のタコはどうなんでしょう。白根、大タコと歴史の館、いいっすねー。